全部の店員さんがお誕生日ですね、お誕生日ですね。うわー、かっけー。ロレックスとかそういうさハイブランドのお店行ったら、あ、お待ちしておりました、キヨさん、うんうん、こちらの奥のソファへどうぞみたいなことをそれこそ誕生日1週間前にシャネルに行ったら、うん、全部の店員さんがお誕生日ですね、お誕生日ですね。うわー、かっけー。お誕生日ですねって言って家に花が届きました。シャネルから家に。なんかそういうハイブランドのお店に行った時、私なんかはこう見てもう半年ぐらい偵察してやっとこれっていうのを買うんですよ、うんうん、そんななんか皆さんにおめでとうおめでとう言われちゃったら細い客と違うから。細い客と違う。